います。ザリガニ親父が行徳は中央公園、駅前公園とも呼んでますがに現れました。今日は4月は3日土曜日、バイリンガル YouTuber の高野文夫が今日もコミュニケーション上の重要なポイントを一つお伝えいたします。もう駅前公園の桜はですね、ほぼ8割9割終わりですが、この木が最後の砦みたいになってますね。名残惜しいので今日もですね、この桜を残しておきたいと思います。今日はですね、コミュニケーション上重要なポイントを一つお伝えいたしますが、復習といいますか振り返りになりますが、ロゴス、パトス、エイトス、これはギリシャ語ですけれども、物事を伝えてですね、その人の言うこととか、その人そのもののですね、語りが信頼されて皆様からのサポートを受けるには、ロジックと情熱とその人の信頼される人間性ですね、この3つが揃ってないとダメだというお話です。ロゴス、パトス、エイトスですね。ロゴスというのはですね、その人の語りかけがですね、理屈に合ってなければダメです。ロジック、あるいはコンテンツがしっかりしているプレゼンじゃなきゃダメですね。コンテンツの内容がいい加減なら聞く耳持たないですね、大衆は。2つ目のですね、パトス、これはパッションのギリシャ語ですけれども、その人が情熱を持って語ってるということが重要なんですよね。その情熱というのは、人間というのはだいたい心の目で見てますから、その人の言葉尻じゃなくてですね、顔つきとか姿を見ればその人の情熱というのは分かります。目つきとかですね。ですから、ロジックに加えて情熱が伝わらなければダメだということです。で、最後の一つはですね、エイトスというんですが、このエイトスというのはですね、信頼なんですよね。これはとても重要なところで、皆さんよく見れば分かりますけれど、本を書いている作家とかですね、テレビに出て活躍している人、あるいはいろんな分野で活躍しているところにですね、まあ東京大学を代表にですね、やっぱりそういう超エリート大学を出た人、特に東京大学出たような人がですね、広く世の中に活躍してですね、受け入れられているのはなぜかというとですね、まあ若い時代から必死で人生をかけてですね、頑張った人が大体東大に入ってるんですよ。そういう人たちの持てるものを、発信をですね、聞く耳を皆さん持つわけですよ。あの人東大出てるから間違いないだろうと。これがエイトスです。エイトス。信頼の裏付けですね。ロゴス、パトス、エイトス。この3つが揃ってなければ、世の中の人はサポートしません。はい。今日はですね、振り返りになりますが、ロゴス、パトス、エイトス、特にエイトスについてお伝えしたいと思います。まあ私がですね、読む本とか、見る YouTube とかですね、映像はですね、不思議なことにやっぱりですね、まあ東大を代表とする一流大学を出た人の語りがですね、一番信頼に値する内容を持ってます。さすがですね、やっぱりエイトスというものはそういうもんだなと思いますね。はい、今日はこのくらいにしておきます。